声優さんが生放送で裏話を暴露？有名な声優さんも。なんと、ゲストさんへの質問タイムということです。はい、やったー。私たちはもちろんのこと、皆さんから質問どん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 もう一度書いてください。何でも答えてくれると思います。はい、こんな気がします。ではお願いします。どうしようね。そうですね。ということで、皆さん、ユーザーの皆さんもですね、ぜひ、聞きたいことをいっぱい書いてもらいたいです。私、じゃあいい？まず、なんかね、私、本当にエロB の声優さんになりたかった時期があって、本当、本当で、何度かオーディションというか、一回行ったんだけど、それしたら、行こうと思ったんですけど、それは動物とやるっていうやつだったんですよ。それはちょっとわからないんで断ったんですけど、人間と動物が、そうするっていうオーディション。何でしたね。でも、いろんな話を聞くと、普通のエロ系じゃない声優さんも、あんなアニメやってる声優さんなのに、っていう人も、エロ系の声優さんのお仕事でお金を稼いでるって噂を聞いたことあるんですけど、それは本当なんですか？言えない。あんま聞いたことないですか、それは。なんか有名な方が、そういう18禁に。そう、出てるとか。出てます。ああ、やっぱそうなんだ。でもやっぱ最初は結構あるって言いますよね。なんか漫画家さんとかもそうだけど。こう、ブレイクまで行くまでに、レディーコミ書いて、みたいな。あるんだ。あと、名前を変えてね、みたいな。何人かでやって、ね、っていうのは聞くけどね。そうだ。でも、顔はわかるから、別に大丈夫ですもんね。声も変えられますもんね。ある。枕ってあるんですか？ね。真壁さん、枕は僕の枕はおかしいけど。ね、男性とセッション。男性と。あるのか。皆さん独身ですかとか。それ聞けいいのかな。独身です。いや、お前の独身で。独身。キリンですみたいな。まあ、もしね、答えられることだけだよね。かなりさん、答えられなかったら全然。夢の中では。ああ。でも皆さん、すげえ綺麗な方ですから。うん。独身、若いしね。ね。うん。それじゃあさんはいつまでも皆さんの恋人へ。アイドルか。やっぱそうだよね。今なんだよ、声優さんも。そうね。多いしね。なってるっていうことも。若部さんの年齢はできてますけど。私の年齢ですか。はい。あまり聞かない方がいいんじゃないかな。私も、逆に、声優さんの何年目とかってあるんですか？なんか。芸歴。うちは芸歴とかだったら何年目ですっていう。芸歴が。どっから数えたもんかなっていうのもあるし。そうですよね。やっぱうちらの世界だけかもしれないね。学校アナウンス、なんていうの？声優スクールみたいなのあるんですか？ありますね、そういうのは。ええ。ある。行ってますか、皆さん。僕は普通にそういうところの出身ではありますけど。ああ、浜辺さんは？いい話でした。いつね、もともとうまかったんですね、じゃあ。あ、先生、そんな。運です、運。運すらも色く感じる。運です。それじゃあ、私も行ってました。行ってました。そっからでも、そうだよ。増えてくるよ、ね。そう、だから私が通ってた養成所は声優さんコースもあった。あった！あ、そうなの？そう、だからなんかこう、昼場とかにこうみんな会ってたりとか、アフレコの授業の時とかみんなすごいなって思ってたね。すごいよね。すごい。普段からそういう声の人もいるし、そうじゃない人もいる。そうじゃない人もいる。やっぱなんかね、全然普通の声の時の喋りと出す声が違うっていうのもいれば、全く同じ、もう普段から。原島さん結構、普段じゃない、声優さんっぽいですもんね、今も。そうですね、そういう系統かもしれない。ねえ、花火さんちょっと違うな。あ、いっぱい出る。あ、カラオケは何を歌いますか？アニメ。アニソンのことかな？アニソンですかとかいうことだと思うかな。ちょっと最後まで見。なんか、はい。どうでしょうか？どうですか？カラオケ何歌いますか？花火さん。はい。私はそうですね、アニメが多いですね。何の曲ですか、特に。マクロスフロンティア。マクロスフロンティア。はい。やっぱそっち系が。はい。あとはビーズとか。ビーズも？叫びたいとき。は、ちょっと変な、ちょっと。ビーズ？ビーズ歌う。You woman, I'll show you って歌ってる。
そうなんだ。ビーズ歌うって意外だね。その時やっぱ声真似しちゃいます。あーですね。で、スルーさんのモノマネちょっと近いイメージあるよね。あ、そうだね。そう。真壁さんは何の曲歌います？僕はですね、いや、かなり何でも歌いますね。うん、最近の普通のあの、ロックバンドの曲も歌うし、アニソンも歌うし、あの、さだまさしとかも歌うし、みたいな。何でもいい。ね、後ろだね。世界が終わっちゃった系歌うんですね。あ、世界終わっちゃった系。世界が終わっちゃった系。あ、どっちかというと一時ですかね。自信が揺れてすいません。ちょっと動いちゃったね。でももうボンディちゃって。登録。ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね。登録ニコ生ラブリサーチ。